こんにちは、水道修理業者のレオンメンテナンスです。こんにちは、アシスタントのレオンちゃんです。今回は共用トイレの土間排水から汚水が溢れてきたといった症状の修理依頼です。排水管が詰まっているようですね。てかまた写真からのスタートだけどまた油断してたの？いやいや、いつもいつも私が油断してるみたいな言い方は良くないです。まあ油断してたんですが。油断してたんじゃねえか。正確にはお客様と話しながらだったので余裕がなかったんですよね。ということで調査中は写真のみになります。現場のトイレの床には溢れたのか水が溜まっていました。お客様曰く私が到着するちょっと前にも溢れていたそうなので、この水は汚水ということになりますね。土間排水を近くで見るとこんな感じです。うんちょらしきものとトイレットペーパーらしきものが散らばっています。えらいこっちゃです。確認もできたので作業していきましょうか。おお。こちらが八島作戦の会場になります。ここから洗浄すればラミエルに直撃するはずです。弊社自慢のポジトロンスナイパーライフルで撃ち抜いてみせます。今日はシンジ君になった気分で作業です。こんなおじさんのシンジ君とか嫌だな。うぅ、現実を突きつけられておじさん興ざめだな。まあ見た目はおじさん心はシンジ君ってことで。ポジティブか。目標をセンターに入れてスイッチ。目標をセンターに入れてスイッチ。目標をセンターに入れてスイッチ。シンジ君になりきっているんだぜ。発射。うん、実にかぐわしい。脳天に突き刺さるようなこの感じ。が、しない。確かに匂いはしていますが、焦点するほどではないですね。例えるならクリボーでダイレクトアタックを受けたような感じです。確かにダメージはあるんですけど小さくて複雑な気分になるみたいな。例えがわかりにくいんだぜ。じゃあいつも通りコーヒーで例えましょうか。イメージとしては濃いコーヒーを抽出して大量のお湯で割ったような感じです。ほぼお湯なんですけどお湯の中にかすかにコーヒーを感じる。これはコーヒーなんだよねって実感する感じですかね。もっとわけわかんねえよ。もう例え話はいいから戦艦の話をしようなんだぜ。レオンちゃんは感性が豊かではないですね。さて、戦艦の話なんですけどこのマスからさっきのトイレまでかなり離れています。経路の確認はしているのでここで間違いないです。なのでもうちょっとしたらラミエルに直撃するはずです。もう少し待ってみましょう。説明しよう。長い間戦艦していたがラミエルに当たらなかったのだ。あの排水管には複数のトイレと繋がっており、ラミエルの経路にたどり着けなかったのだ。そんなわけでよろしく。そんなわけで気を取り直して作業再開です。いやはやこちらからの作業でラミエルを撃退させたかったんですけどね。不甲斐ないです。いや、そんなことよりもさっきなんかいたけど。よっくんのことですか？よっくん？よっくんのことをご存じない？ならば後で説明します。またよくわからないのが始まるぜ。次の作業は土間排水からホースを入れて転換します。上からだと逆流する危険性がありますが今回はそんなこと言ってられません。私は中から作業していますので相方に外の撮影をお願いしています。さてよっくんですが声優の屋上に現れるブリーフを履いた紳士のことです。セクシーコマンドガイデンすごいよマサルさんに颯爽と登場し、絶大な人気を誇りました。普段は結構気さくでいいやつです。決め台詞は親御さんによろしく。しびれますね。よっくんをご存知の方はぜひ素敵なエピソードをコメントでお聞かせください。よろしくなんだぜ。さてそうこう言ってる間になんか出てきそうですね。お、出てきましたね。ちょっと来ませんでしたね。まあそのうち出てくるでしょう。またしても、じらされてるんだぜ。私はそういうプレイは好きじゃないです。プレイってなんだよその言い方は気持ち悪いんだぜ。もう。油断してたら出てきましたね。今日の子はジャジャウマですね。しかしドッと出てくれておじさん嬉しい。やはりこうでなくてはおじさんは満足できない体になってしまいました。もう脳汁ドバドバですよ。スーハースーハー。脳汁ドバドバすぎて酸素が足りなくなってるんだぜ。違います。このフレーバーを堪能しているんです。なんだ、ただの変態だったのかだぜ。しかし、大量に出てきますね。かなり溜め込んでいるようですね。この際いい機会です。あなたの熱いパトスを全て出し切りなさい。おじさんの脳汁のために。お前のためかよ。それではこの子が出し切るまでしばらくご堪能ください。Thank you.
出し切ったようですね。すっきりです。ここからは水しか出てこないのでカットします。それではトイレを確認しに行きましょう。水を流します。問題なく流れました。もちろん土間排水からも溢れてきていません。ちなみに床はついでにきれいにしておきました。きれいになると気持ちいいんだぜ。今回も無事に作業完了です。お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最先端は謎のつまりでも高圧洗浄機がやってくる。水しぶき舞い踊る瓶の中でのリデンプション流れ始める。ただ洗浄機風呂のリデンプション。ただ洗浄機。